こんにちは、おもとの方面です。今日はこの銀苔の育て方とおもととの相性についてお話ししていきたいと思います。まず最初に、この私たちこれ銀苔だと思ってるんですが、もしこう違ったり、その詳しい方もしいたら教えてください。はい、でこの銀苔の育て方なんですが、こういった例えば引っ越しおもととか、そのお祝いおもとなんかに使われるときに、その藤綱、黒い藤綱とか、私たちは水苔なんかをよく使うんですが、こういったこう銀苔なんかも使うことがありますね。でこちらですと、この緑がこうやっぱみずみずしくて綺麗ですの で お客様にも喜ばれてるんですが、でこちらのその育て方で管理の方法ですねは、もうこれ本当に簡単で、もうただこういった何ですか、霧吹きでシュッシュとこうやるだけですね。で水をかけますと結構色が濃くなってくるんですけど、これで乾燥してくると弾くような感じで銀色になっていくので銀苔と呼ばれるようです。でこれもこういった形ですね。引っ越しおもとでこの銀苔が貼ってあるものをお持ちの方ですと、1日に1回ぐらいですかね、それかまあ気づいた時にシュッシュッとこう霧吹きをやってやるぐらいでいいと思います。で僕らですと、こちらこの2つはもう外で普通に育ててるものなんですが、今実験中で2年3年と植え替えしないでどうかなっていうような植え方をしているものですね。2年から3年これ植え替えてないです。でこれっていうのはもう外でもう勝手に銀苔がこう苔がこういうふうに張ってきたんですが、でこのような形でそれなりに私たちですと直射日光を結構当ててもこういうふうに育ちますし、結構管理なんかは簡単ですね。でこちらがもしその枯れてしまうっていう時は、やっぱり日が強すぎて、で水がなくなってしまうと枯れてしまいます。そうなんで、僕らですとその冬場とかは私どものところは乾燥しますし、で水やりも1週間とか、こういった鉢ですと下手すると冬場は2週間に1回の水やりになってしまうんで、枯れてしまいますね。この苔は定期的に霧吹きなどで水をやってやる。であとは部屋の中で育てられている方、引っ越しおもとなんか多いと思うんですが、そういった場合は特にエアコンの風で、暖房でもエアコン冷房でもエアコンの風で乾燥しますので、注意して見ていただいた方がいいと思います。でもし乾いてきますと、この辺なんかそうなんですが、この辺ちょっと茶色くなってるところあるんですが、こういった茶色くなってくるんですね。色がこう赤っぽくなってくるんですぐわかると思います。で赤っぽくなって これは赤っぽくなってたんですが、他のこちら側がすごい今の梅雨の長雨で非常に苔が元気が良くて、どん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 こっちに侵食していって、でまた全部緑色になってきそうですね、こちらは。はい、こちらと、ではこの苔とおもとというのは相性どうなんだと言いますと、実はそこまでいいわけじゃないんですね。おもとですと、おもとはどっちかというと乾燥したいので、で銀苔っていうこの苔は水を結構欲しがるので、そこでその水やりでちょっと水欲しがるものと欲しがらないもので、ちょっとそこは相性悪いんですが、この銀苔だけはこの霧吹きでやって、であとはちゃんとホースでしっかり上から水をジャージャーかけてやる、お元の場合はそのような形でやっていただければいいと思いますね。今これからまあ夏場なので、こういった水がよく持つ鉢ですと3日に1回ぐらいですかね。で室内ですと1週間に1回ぐらいの方もいらっしゃると思うんですが、
そのような形でやってください。で、この苔がこうあって水を弾いてしまって、上から例えばシャワーで水やってもこう水がなかなか抜けていかないっていう方ですと、手でこれをもう割ってもらってもいいですし、こういったランセットでちょっとこう見た目悪くなるんですけど、サクッサクッと、まあ、例えばなんですけど、こういった形であの穴を少しこう開けてやると、お元にとってはあのいいですね。そうなんで、なかなかあの苔も大事にしてる、お元も大事にしてるということで、あの水やりなんかはちょっと難しいんですが、上からこうシャワーをやるときに水がちゃんと抜けていくように、で本当に苔を大事にされたい方はあのバケツみたいなものでこうジャポンとやってもいいですね。はい。でこのような形であのお元とこの苔の関係についてお話ししました。お元の方面でした。ありがとうございます。